皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。今日は小学校6年生の算数反比例がどういうものなのかということについてお話しします。面積が24平方センチメートルの平行四辺形の底辺の長さと高さ、この関係を表にした、これが表です。上が底辺 x センチメートル、下が高さ y センチメートルになっています。底辺の長さ1、2、3、4、6、8、12、24、高さは24空欄8空欄4、3空欄1、このようになっていますね。括弧1、空いている部分を埋めて表を完成しなさいと、こういう問題です。これ底辺×高さ、これが面積ですから、表の上と下、これをかけたら面積の24になるように、この空欄を埋めていけばいいんですね。ね、1×24 が24、こういう組み合わせです。じゃあ2といくつをかけたら24になるのか、これを考えると、24÷2は12なので、ここは12が入ります、ね、3のところは8が入っていて、4のところ4にいくつかけたら24になるかと、6ですよね。ですから4×6÷24で6が入ります。で6483って12いくつかけたら24になるかと、2ですよね。12×2は24ということで、空欄の部分12×6÷2が入るわけです。括弧2、底辺が2倍3倍になると高さはどうなっているかと、こう質問です。では、底辺の長さ2、これが2倍になると4ですよね。でこれ高さが12だったのが6になっていますよね。半分になっています。この時2倍だったのが半分ということは2分の1倍とね、かける2分の1をしているということですから、2倍の時には2分の1倍になっていると。で3倍の時、2が6になって3倍、ね、かける3をしている時、12が4になっていますよね。これ3で割っています。つまり3分の1倍になっているということです。ですから2倍の時2分の1倍、3倍の時3分の1倍、このようになっているということが表から分かりました。反比例というもの、どういうものか、ここから説明に入ります。伴って変わる2つの量 x と y、 ここでは x 底辺高さ、y と、ね、こういうものがあって、 x が2倍3倍点点点になると、 y がここでは2分の1倍ですよね。2分の1倍、そして3倍になったら3分の1倍、もし4倍だったら4分の1倍になると、このように、なっている時、 x と y はこれ反比例していると言います。片方が2倍したらもう片方は2分の1倍、もし5倍だったら5分の1倍、こういう関係の場合、この2つ X と Y は反比例していると、このように言います。この時対応している X と Y の積、積って掛け算の答えですよね。この X と Y を掛け算するといつも決まった数になると、この関係を式で表すと、X と Y をかけたら決まった数なので、X×Y、 これは決まった数になると。それから前と同じように Y はという式に直すと、 Y は決まった数割る X と、こういうようになります。この問題では X と Y をかけたら全部24になっていますよね。面積の24ですから、この問題では Y は
24÷x とこういう式になるということです。この y は決まった数割る x というのが反比例の式です。今日は反比例がどういうものなのか、そして反比例を表す式はどうなっているのか、このことについてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。